オッケーオッケー。おっとっとまさかライオンズの試合の後に来るとはな。埼玉セブンライオンズさん、ありがとうございます。はい、てなわけで、糸原英吾氏がいなくなりました。ありがとう。パート1で俺は言ったことを忘れてません。糸原英吾氏、お前らをトレードに絶対出すからなって。まあ現実でもね、まさかね、ちょうどタイムリー、まあもうタイムリーじゃないけど、英吾氏が日本ハムにトレードされたりとかねしたから、まあ結果的になんかまあまあこっちもこっちの世界も現実の世界もね、なんかうまいことなっちゃったんだけど、まあ今回はね、俺は西武に対して送ろうかなと。で、西武から取る選手はまあいろいろ悩んだんだけど、この宮川哲、ええ、まあ、パリーグファンもおろか、まあ、セリーグファンはもちろんだけど、パリーグファンもね、正直あんまよくわからないと思う。俺も名前知ってるぐらいだからあれなんだけど、プロスピ的に見ればかなりいいんじゃないかなと。ええ、まあ勝ちパーでもいけるし、まあ最悪ビハインド接戦時っていう使い方も十分できるようなね、素晴らしい中継ぎかなと。抑え適性もあるので、いざという時はね、調子が良ければ、抑えに回せるというところもポイント高いかなと。本当はね、なんかもうちょっと、もうちょっと星高い選手取りたかったけど、まあこれが限界だな。ありがとう糸原英吾氏。阪神のネタ枠を失うことはすごく心苦しいけど、阪神のネタ枠というかね、やっぱ阪神ファンはもとへ、プロ野球ファンがね、やっぱ阪神タイガースのネタとして盛り上がる君ら二人をね、ちょっと放出するのはすごく悲しいけど、それでも俺たちは勝ちを選ぶ。ごめん。俺たちはお笑い球団じゃない。勝ちに来てんのよ。加藤。あ、加藤背番号1って何番お前。あ、でも、24番、いいじゃん。あ、とかそっか、秋山とかガンケル抜けてるから空いてんのか。今日勝てば5勝目になります。加藤行こうぜ、見せてみお前のフォーム。おお、加藤だ、ちゃんとすげえ、ちゃんと加藤してんじゃん。この回ファイター来いよ秋山、来いよ俺がな、送ったからな、俺がむしろ送った側だから来いよとかじゃないんだけど、見せてみろファイターズなるほどね、71番か、クソ重いや。来いよ秋山。まあでもファイターズ頑張ってくれてるな、嬉しいよ。4番すぎや見てなかった。4番すぎや、インスタグラムで適当にオーダーもらってんだろこれ新庄。4番すぎや4番すぎや、おもろ、記念に取っとこうこれ。4番すぎや、おもろいわ、一生に一度あるかないか、成人式と一緒よ、一生に一度しかないわ。オーケー、あ、センター動き悪いな、誰だ、これが今シーズン50本目、誰センター動き悪かったぞ今またお前かい、柳田かこれは。なあ、4番センターってあの時の柳田かなあ、4番センターすぎやってなめるなよ、はい。